片孔寿、法政学先生孫子最終難禁止の受け台にある、片孔寿の墓片孔寿見聞4年6月25日は、中国秋代初期の儒学者。字は木地家または木子。後派孫子別名は法政学。大衆名会見の出身。最年地府の片国金の息子で、1376年に総連に支持した。その時、 才能を発揮したことから、知識人層から推挙されたが、公文門からは、徴用されず、官は官中不教授に止まっていた。1392年、公文門の皇太村の首張の側近となる。県文帝からは徴用され、官臨時工学士に抜擢された。そして県文帝の信任の下で、国政改革に従事し、特事による政治体制を目指したが、円王。 主体による西南の変が起こる。西南の変末期には、方広樹は、県分帝から、軍の総司令官に任命されたが、大敗して、方広樹は捕らえられた。即位して、永楽帝となった、主体は、陽広高の進言もあって、方広樹を除名し、商店家、非先生奏夫家と、彼に、即位の御事のりを書くよう、懇願した。これは、方広樹が当時、 呪学の大家として有名であったため、即位に関して、三奪として見ている呪学者の指示を得るためである。しかし、片孔子は、見聞帝から徴用された恩を忘れていなかったため、筆を投げ捨て、泣き乱しながら、主体をののしり、死息死のみ、少不可想と騒いだので、激怒した、主体に、貼り付けの刑に処され、死亡した。片孔子は処刑の直前、 天皇乱離継熟地その湯という自生の詩を読んでいる。片孝寺の相続、親友は連座して処刑された者が数百人に及んだ。民間の野詩では、宝孝寺は主体に捕らえられた時に、主体の目の前でツバメ族三位と対処し、これが永楽三角の怒りに触れて、貼り付けにされて、一族八百余名すべてを目の前で処刑された後、同じく、見分定派であった。 なりやす、広古長と共に処刑されたとする。さらに永楽三角は、法公寿の著作を抹消すべく、それらをすべて焼き捨てた上、片公寿の文化性の多くを処刑、もしくは流罪に処したという。この滅重族と称される、虐殺の話は、非常によく知られてはいるものの、民式寺事本末という司書はもともと、見文帝が海外に逃亡したという伝説をそのまま、 書いているような歴史小説に過ぎず、資料的な信憑性は極めて低い。ありがとうございます。